八万餃子とは、福岡県北九州市八幡地域において提供される餃子である。元祖鉄鍋の餃子鉄の都として栄えた旧八幡市は、八幡製鉄所が必要な鉄鉱石を大陸から輸入していた関係で、明治時代から中国大陸との人的なつながりが存在した。また近隣には後に、 宇都宮に餃子を伝えた第14師団が誕生した小倉市や大陸への玄関口であった文字港もあるなど北九州地域は大陸とのつながりが強い地域であった。こうしたことから八幡には古くから餃子が根付いたものと考えられている。また製鉄所には多くの労働者が働いていたが激しい肉体労働を行う彼らは安く。 ニンニクなどのスタミナ素材を含む餃子を好んで食べていた。また、特に戦後の物資が乏しく貧しい時代には少ない食材で作ることができ、栄養満点の餃子は労働者に好まれたという。こうして餃子文化が浸透し、九州の食文化と結びついて独自の発展を遂げていったと言われている。現在では餃子専門店、ラーメン店など八幡東区の20店舗以上で、 八幡餃子を食べることができる。八幡餃子は関東のものに比べてサイズが小さく皮とあんのバランスを重視する。また九州発祥の調味料である柚子胡椒を薬味に使うのも特徴である。提供する店の種類によってジャンルがあり大きく以下の4ジャンルに分けられている。熱した鉄鍋に小さめの餃子が2列に並んで出てくるスタイル。起源は 本店鉄鍋であるとされる。もともとは中央町にあった中華料理店で餃子を食べた店主が日本人の口に合うものを求めて工夫を重ねて開発したものである。鉄鍋に乗せるというスタイルは店主が東京のある店でナポリタンが鉄鍋に乗って出てきたという話をヒントにして考えたものである。鉄鍋の餃子はラードを使わないのも特色である。 中国から入ってきた餃子。中国では餃子は水餃子として食べるのが基本であるため皮が厚めで中身もジューシーである。ラーメン店で独自の発展を遂げた餃子。水の代わりに豚骨スープで餃子を焼き上げる。皮にスープの旨味が加わることでコクが増す。羽が飴色になるのが特徴である。家庭料理に機嫌を持つもの。食堂等で出される。 その他には骨を縫い立てば先に餃子を詰めて焼く手羽餃子や肉の他にエビや大根の入った大根餃子等の変化系と呼ばれるジャンルや一口餃子、ニンニク入りスタミナ餃子、スープ餃子など多種多様な八万餃子が存在する。現在、地元の B 級グルメによる町おこしを目的として有志が集まり八万餃子協議会を立ち上げ様々な PR を行っている。 協議会は2007年により、地元八幡東区の祭り、企業祭のイベントとして、八幡東区の中央商店街で、八万餃子ワールド、イン中央区商店街を開催。八万餃子の店が多数集まり、焼きたての餃子の販売が行われた。北九州、八幡餃子のオリジナルマップを作成するなど、様々なブランド化事業を企画している。 全国の餃子産地の協議会である、全国餃子サミットに加盟しており毎年参加している。ほか、近年では主に九州で行われる、ご当地 B 級グルメイベントに出場している。八幡餃子協議会により、マスコットキャラクターが設定され、公募の結果、ヤハタンに決定した。ありがとうございます。